ヘルスギャングの中にね、あのモアサーティーズって4人のねトップ4、これあの皆さんにね、なりあの今日のね、あのそこのこの会場の外にもみんなスタッフいるんですけど、皆さんヘルスギャングでみんな一緒です。でその今日代表としまして、今日この4人トップ4のモアサーティーズという皆さんが今日のね、中心になりましてね、ヘルスギャングを動かしまして、今日のこのパーティーをね、ここまで実行させたということになりますので、もう一度ここでもう一回拍手、イエーイ、ヘイ。でここでモアサーティーズの皆さんにね、の皆さんというか、からね、この会場のこれからのねメインにつきましてとか、本当に僕もさっきから言ってますけど、そのことに聞きましてのね、挨拶がありますのでね、皆さんね、ちょっと聞いてください。よろしくお願いします。イエイ。本日のクールスライブを主催いたしましたモアサーティーズです。先ほどより当地札幌で、活動しております、バンドグループシュレーツ並びにザ・ドラゴンズによります、それと旭川のシャイビーロケッツによります、前座演奏を聴いていただきながら、開演本番を待っていただいたわけですが、この後いよいよクールスのライブをスタートいたします。その前に2、3注意事項を申し上げますから、聞いていただきたいと思いますが、チケットの裏面記載、裏面に記載してありますように、ライブ中、場内でのカメラ並びに、ビデオカメラによります撮影を一切禁止しております。もしされている方がおられましたら、係の者がライブ終了まで、預からせていただきますので、ご協力とご注意をお願いしたいと思います。もう一点は、場内かなり混み合ってきましたので、ライブ中の揉め事や喧嘩、揉め事が大きくなりますと、ライブ中止ということにもなりかねますので、この場におきまして、紳士的な態度といいますか、旭川で初めて行われます、クールスライブを成功させるために、皆様のご協力を、賜りたいと思います。固い話が続きましたが、時間の許す限りクールスライブをお楽しみください。本日は誠にありがとうございました。イエーイ。でもモアサーティーズ、ちょっと待ってください皆さん、モアサーティーズの皆さんにね、もう一回ここで拍手、イエーイ。で紹介していきますからね、彼から岸本君です、よろしくどうも。僕は旭川今日呼ばれまして、サーティーズ のすごく親切にいただいた、あのあだ名しかしわかんないですよ、プリンさんです、よろしくお願いします。で同じく今日会いまして、本当にこれから一緒にやって、ね、ロックンロールを本当に北海道でガンガン盛り上げていきますからね。でヒゲさんです、よろしくお願いします。で、森谷さんも一緒なんですけども、本当に岸本君しか僕会ったことなくて、あと3人の年上の先輩とはもう初めてなんですけども、今回モアサーティーズのまた一員で、メンバーの中心であるまた森谷さんです、よろしくどうも。以上モアサーティーズの皆さんでした。今日説拍手お願いします。
真っ赤なホイールの生かしたバーティーバー、フラットトップのエンジン鳴らせて、あの日のあんな肩を回せばあと馬、街中の娘と恋に来ちゃうのは、サタデーナイト、サンデーのいつも決まりそう、マンデー、チューズデー、ウィンデー、サーフ、エブリデーナイト、ウエッジで勝ち、サレコンルーツ、オーバーワールドレイ、ティンバーギューズ、ウエッジで勝ち、サレコンルーツ、オーバーワールドレイ、ティンバーギューズ。シャレットシアでもバケットを押しメイカー気持ちを壊すあなたの道、あるところがあの子は噂されたメイカー、街中の男に振り向くマシン、ガン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 、ブライトナイト、サタデーナイト、サンデーナイト、Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, every day night. Let's get a big party. I don't wanna do it. Oh, what are you doing? Do you got a pizza? Let's get a big party. I don't wanna do it. Oh, what are you doing? Do you got a pizza?Come on, come on, come on.
愛しておくれよ今すぐ baby 明日がないのさ無理やり君をいい子になるねぜ Well baby 君の今夜は I'm crazy 伸ばせた俺らを I'm a feeling 生かしておくれよ今すぐ baby 明日がないのさYeah.
大丈夫か、今日はどうもありがとう、クルス浅井が来たのは初めてなんですけども、みんなこの時代にリーゼントがいっぱいいるっていうのはみんな驚いてますよ。実際最高、本当真面目に家庭持って結婚してもね、リーゼントとロックンロールスピリッツだけは忘れないようによろしく。それじゃああんまりどこ行っちゃうとここら辺怪我人出そうなんでね、いやどういたしまして、ちょっとポップして軽い曲があるんで聴いてください。恋のゴールデンリング、白いビキニでスイムイズミ、夏のあの子はサファーガー。